の夜明け見えてくるまっすぐな道忘れないよこの道をパトラッシュと歩いた空に続く道をの火事のあくる日、ネロがいつものように牛乳運びに通ったのを見て、アロアはほっとしました。村人たちの前で放火の疑いをかけられたネロのことがとっても心配だったのです。そして何事もないのを見て、アロアも安心して学校へ向かうのでした。ネロとアロアが出かけた後、火事の噂はたちまち村中に広がり、ネロの上にさらに辛い火の粉が降りかかってきたのです。え？ネロに牛乳運びをさせるなだって？一体どうしてそんなことを？村のみんなでよく考えたことなんだよ。その方があんたやわしらのためになるからさ。どうして？ジェスタスさん、ネロのような放火犯人を村に置いておいたら、小絶旦那から俺たちが恨まれるだけだよ。そうでなくたってこの問題をうやむやにしてたら、俺たちだって旦那に変な目で見られてしまうじゃないか。バカな、ネロが放火なんかするわけないだろう。私はネロを信用してるよ。でもね、夜遅く小絶旦那の庭先をうろついていたのはネロしかいないんだし、だいたい他に誰が風車小屋に火をつけたりするもんかね。そうだよ、わしら百姓にとって風車小屋は穀物を粉にする大事な機械なんだ。そこへ行くとネロは何にも作っておらんし、燃えてしまっても別に困らんからな。これから冬になるのに、私らは小麦をどこで粉にひこうか、みんな頭を痛めてるんだよ。うん、ネロのためにみんな迷惑してるんだ。それを承知でネロにずっと牛乳を運ばせるつもりなのかい？しかし牛乳運びを断ったらネロが、この際ネロなんぞどうでもいいんだよ。私ら頼んでた小麦を真っ黒の灰にされちまったんだ。いいよ、あんたがいつまでもそうしてネロをかばう気なら、私はあんたと口も聞かないからね。え？結局はそうなるんだ。あんたがネロをかばうのはいいさ。でもそれだけの覚悟はしているんだろうな。小絶旦那との関わり合いさ。ネロをかばったらあんたが小絶旦那に睨まれるんだ。それでも構わんと言うなら、わしら何にも言うことはないがね。夕べの起こりようをあんただって見ただろう。小絶旦那がネロにどんなに腹を立てているか。ネロだよ、ネロが帰ってきたよ。ジェスタスさん、何かあったんですか？何でもないよ。アンドレ！いや、アンドレ、何してるの？ねえ、アンドレ、どうしたの？なぜ黙ってるの？ダメなんだ。何がダメなの？ネロとは口を聞いちゃいけないって言われてんだよ。え？どうして？ネロが
風車小屋に火をつけたからって。え、ごめんよ。だから口を聞くと叱られるんだ。待ってよアンドレ、君も僕はやったと思ってるの？思わないよ。ネロがそんなことするはずないもの。でもみんなそう決めちゃってるから僕も遊べないんだ。アンドレ、アンドレ、何してるんだ？あ、父ちゃん。ん？お前ってやつはそんなネロの拾った人形まだ持ってたのか。捨ててこいって言ったのがわからんのか。でも父ちゃん、捨てたりしたらかわいそうだよ。何を言ってるんだ。よこせ。あ、父ちゃん。お前、ネロと口を聞くなって言ったのがわからんのか。放火犯人なんかに構うんじゃない。ハンスさん、僕は風車小屋に火をつけたりしていません。僕はそんな。はあ、証拠がないから見逃してやってるんだ。証拠があったら人形でなしにお前をこの川の中に叩き込むところだぞ。はい、おいぼれ犬め、いいか、吠えるのも今のうちだ。そのうちこの村にいられなくなるからな。アンドレ、来い。アロアに人形を届けただけなのに、ネロは放火犯人にされた悔しさで、とうとうその日は夜になっても絵を描く気になれませんでした。ちょっとあんた、ネロだよ。あんたから話しておくれよ。おはようございます。あ、おはよう。ネロ、すまないんだが、ちょっと訳があってな。もうお前には牛乳運びの仕事を頼めなくなっちまったんだよ。え？つまり、あの、火事のことでな。いや、わしはネロがやったとは思っていないんだが、でもな、村の連中がみんなそう思っている。決め込んじまってるんだよ。そうなるとネロに牛乳運びをさせたいと思っていても、わしらの立場も困ることになってしまうんでな。村の連中から何と言われようと平気だが、相手が小絶旦那となると困るんだ。何しろ旦那、風車小屋が焼かれてとすっかり腹を立ててるらしいんでな。ネロ、かばってやりたいけど、私らも小絶旦那から畑を借りてる弱い立場なんでね。旦那に逆らったりしたら、今度は私たちがこの村にいられなくなっちまうんだよ。いつまでも牛乳運びをやってもらいたいと思っていたが、そういうわけで。そうですか、わかりました。ネロ、ちょっと待っとくれ。これは今日の運び賃と思って取っといてね。いいんです。仕事をしないでもらうわけにはいかないから。パトラッシュ、もう牛乳運びの仕事はないんだよ。さあ、家へ帰ろう。ネロ、今日はどうしたのかしら。アロア、アロア、どうしたの？さ、
ご飯ですよ。ママ、ネロどうしちゃったのかしら。え？通らないの。牛乳運びに通らなかったのよ。それじゃあ、ネロは朝早いんだから、アロアが寝ているうちに行ったんでしょう。そんなことないわ。今朝は朝早くからずーっと見てたんだもん。そう。どっか具合でも悪いのかね。いいえ、なんでもないわ。ごちそうさま。アイスちゃん。なんですか。今朝ネロはアントワープ行ったかしら。いや、今日は行きませんよ。どうして？ええ、ネロのやつはもう牛乳運びの仕事がなくなったんですよ。昨日村の連中が騒いでジェスタスも牛乳運びを断ることに決めたんですよ。いくらジェスタスだって風車小屋に火をつけたネロをかばってたら村の連中のつまはじきを食いますからね。ハンさん、ネロはそんなことをしないわ。でもお嬢様、馬車を止めてちょうだい。はい。おお。お嬢様。ああ、困ったことになった。収穫のほとんどが焼けてしまった家も出てしまった。ママ、ママママ、やっぱりネロは仕事がなくなってしまったのよ。え？今ハンスさんから聞いたの。昨日のうちに村の人たちが決めたんですって。あなた本当ですの？そうらしいな。アロア、お前そんなことで戻ってきたのか？そんなこと、ネロにとってはとっても大事なことよ。まだわからんのか。ネロのことは二度と口にするなと言っておいたはずだぞ。だってネロの仕事がなくなったらネロはどうなると思うの？そんなことはお前にもわしにも関係ないことだ。でも仕事がなくなったらパパのせいだわ。火事の後でみんなの前でネロを叱ったから、それで村の人はジェスタスさんに言って。風車小屋が焼けてしまったことで腹を立てているのは何もわしだけじゃないんだ。風車小屋は村の連中にとっても大切な生活の道具なんだぞ。それに実際今年の収穫の全部が燃えてしまった家もあるんだ。許せんのは当然なことじゃないか。パパ、パパはやっぱりネロが火をつけたと思っているのね。いいから、お前は早く学校へ行きなさい。いやよ、学校なんか。パパがネロがやったんじゃないって言うまで、もう学校なんか行きたくないわ。アロア！あなた。ネロがどんなに辛い思いをしているか、パパなんかには分からないんだわ。アロア！カモン、ほっつきなさい。ハロはどうしたの？パパにあんな口を聞いたりして。ほっといて、ママだって嫌いよ。どうしてパパに何にも言えないの？パパはね、風車小屋が焼けてとっても困ってらっしゃるの。だからネロに辛く当たったのよ。そのうちきっと分かってくださるわ、ね、だから今は我慢してパパの言う通り学校行きなさい。いやよ、絶対行かないわ。パパが悪いんですもん。ネロがどんなに苦しんでいるか知らないで、あんなことを言うんですもん。それに、ネロのコンクールの絵は明日が提出の日なのに、
みんなでネロをいじめるんだから。ネロ、この薬草じゃお金にならんよ。え？自販爺さんと違ってお前の手入れじゃ売り物にならんということだ。それに大体取り入れた時期が遅いんだ。せっかくの薬草も台無しだよ。ま、自販爺さんとは長い付き合いだったから一応引き取ってはやるけど、いくらにもならんな。ありがとうございます。もう少しお金になると思っていたのに、あんまり少ないのでネロはがっかりしました。それだけではパン一つ買うのがやっとだったので。いや、ネロか。しばらくだな。どうだ、元気かね。ええ、今日はおじさんに頼みがあって。わしに？何かな。僕、働きたいんです。仕事が欲しいんです。仕事か。この前は本当によく働いてくれたから世話してあげたいのは山々なんだけどな。見た通り冬場になると船の荷物も少なくなってな。逆に働く人を減らしてるんだよ。そうですか。ジョルジも遠くに働きに行ってるそうだが、今なかなかいい仕事が見つからなくてな。ま、また空きが出たらやってもらうからな。じゃあな。僕はどうしたらいいの？誰も分かってくれないんだ。僕が風車小屋に火をつけたんじゃないって。僕がそんなことするはずないのに。だってあの風車の歯車は僕があんなに一生懸命切ったカシの木なんだ。それに僕はあの風車が回る景色が一番好きだったんだ。おじいさんもよく知ってるよね。火をつけたのは僕じゃないのに誰も信じてくれないんだ。ネロ、私はネロを信じているわ。ネロがそんなことをするはずないもの。ありがとう、アロア。アロア。ネロ、お前には二度とアロアに会うなと言ったはずだぞ。パパ、私が呼び止めたのよ。ネロが悪いんじゃないわ。アロア。ネロ、絵はきっと仕上げてね。そうしないとおじいさんが悲しむわ。アロア。アンドレ、どうしたの？
これ何？パトライスにあげて。あ、いけない、喋っちゃった。ネロ、仕事がなくなっちゃってかわいそうだもん。それパトライスにあげてよ。ありがとう、アンドレ。うん。じゃあね。僕、ネロじゃないって信じてるよ。ありがとう、アンドレ。おじいさん、みんながみんな僕のこと犯人だって思っていなかったよ。信じてくれる人もいたんだよ。アトラッシュ、きっと明日までにこの絵を仕上げるよ。おじいさん、ネロ、ネロを助けてあげてね。誰にも負けない絵を描くように祈ってね。アンドレの温かい友情にネロは辛いことも忘れて楽しい夢を見ながら絵を描き続けるのでした。やっとネロの絵が完成しました。ネロが真心込めて描き上げた絵はまるで絵の中からおじいさんやパトラッシュの声が聞こえてきそうなほど素晴らしい出来栄えだったのです。ネロは満ち足りた気持ちでおじいさんに報告するのでした。そしてそんなネロを祝福するかのように降り出した雪の中をパトラッシュの引く車に絵を乗せてアントワープの公会堂に向かうのでした。次回フランダースの犬、描けたよおじいさん、お楽しみにね。パトラッシュ、僕の友達、僕の一緒に歩こうね。キキラ歩こうね。道の向こうに、道の向こうに、眩しい光が差す。
僕の友達僕の